平成26年問いようなんですけどね、こちらの、本題の方はね、抵抗の電圧を出しましてね、それから、RV の V 字上で、算出しました。で、類題の方はですね、リアクタンスですね、誘導性リアクタンスを VL ボルトですね、それから容量性のリアクタンスの電圧を VC ボルトと、こうしますとね、この 6V っていうのは、VL から VC を引いたもんですよね。で、今、電流を IA としますとね、VL いうのは XL かけ I ですよね。それから VC ですね。これは XC かけ I になりますね。その差が 6V ということなので、これ I でくくりますと XL マイナス XC になりますので、I は XL マイナス XC 分の6と、こういうことになります。すなわち、10-8分の6。で3アンペアになりますんでね。なら IGR で出ます。これね。まあこの場合は電源電圧が分からなくても算出できるわけですね。まあいろんな方法がまだありますんで研究してみてください。